セミファイナル、いよいよあの 200% 男、ユーインターの今ですね、時の人ですね、はい、安城選手がですね、シュートボクシングのマンソン・ギブソン選手と、まあ、異種格闘技戦で戦うということで、はい、これ、シュさん、当初はあのアルティメット特別ルールっていう、いわゆる何でもありルールだったんですけども、はい、ちょっと直前になって、ちょっと変わったっていうんですけども、そうですね、あのまあ、マンソンの方から強い要望があって、まあ、エスケープをさせてほしいということで、うん、これ5回エスケープでまでは認めるってことですね。そうですね。で6回目がダメだという、はい、そうです。6回目からはもうエスケープなしという、攻撃も続行していいということ。なるほど。本当にね、今安城選手って言ったらプロレス界でも時の人で、そうですね、なんか 200% 勝てるっていうとですね、はい、まあ、本当にユーインターのリングに上がれば WAR でフィーク選手とのフィーク選手と試合やったりですね、はい、まあ、一昨年、ロシにあるですね、今、うん、最強と言われているヒクソン・グレイシーと同時やるってボコボコにやられて帰ってきたりとか非常にユニークな存在ですよね、うん。でも安城自身はですね、やっぱこのレスリング技はね、本当うまいですよ。というか、僕らの格闘技マスクの中でも安城洋次は強いっていうですね、はい、実力者だっていうあれはあるんですよね。ね、うん、ちょうど UWF の前線の時、東京ドームでチャンパー決戦リッグをして、同じようなルールで試合やりまして、はい、チャンパーと競り合いやってましたからね、うん、でそこから見てもなんかすごい楽しみな選手だった。最初に安城はね、いつも練習にこう蹴りに来たけどね、安城蹴れなかったんですよ。あ、かなり自分に努力したんだよね。そうね、まあ、蹴りがね、蹴れるのかなっていうね。あ、まあ、体がね、大きいですね、はい、でも今はもうやっぱり試合運びもうまいし、ね、うまいです。マンソン・ギブソンというともう変則的なんですね。そうなんですね。こうやって回って回って、普段からこれ回ってですね、バックスピンキックあるいはバックブローとかですね。そうです。もうランニングするときも後ろ向きで走ってますから、ね、なんかそうらしいですね、はい、後ろ向きで何百メートル何キロと走るっていうふうに聞いてる。そうなんですよ、これ安城選手はマンソンに攻撃を出させておいて、はい、それで突き刺すタックルですね、はい、でこれはまあちょっと首を狙ってるんですけども、マンソン自身もよく研究してますよね。研究してますね、こういう戦い方ね、だからうまいですよ。自然にこれを覚えてるんですね、まあ、格闘技通信なんかですね、プロレスラーがもう、はい、そのガチンコ現象っていうのですね、はい、格闘技の試合をやり始めたという、はい、これ一つの今の一種のトレンディー現象になっているんですけども、はいはい、それが昨年ですね、95年には山本選手がヒクソンとやったり、はい、田村選手がパブリックスミ選手とやったりというです、ね、はい、そういう試合が続いて、今年はいきなり安城選手がですね、そうですね、こういうシュートボクシングのリーグをやったということで、はい、これ一発目としてすごい意義があるんじゃないかなとか。そうですね、やっぱり安城のこのその気持ちっていうのがね、うん、やっぱり伝わってくると思いますよ。ただこのルールを、まあ、正直に言いますけど、はい、このルールを見ていると僕は安城先生が勝てなかったら負けだという感じがするんですね、うんうんうん、マンソンの場合どっちか言えば、まあ、グラウンドとか、うんうん、どうし必然的にグラウンドが長くなるわけですから、うんうん、マンソンにとっては不利だと思うんですよ。まあ、不利ですよね、うん、だから安城先生が仕留められなかったら、逆に言えばマンソンがやられなかったらマンソンの勝ちだっていうイメージがあったんですよね、うんうん、プロレスマンなんか特に昨年ですね、うん、剣道長崎選手にしても、はい、山本選手にしても、はい、プロレスが負けてるんで、うん、勝ってもらいたい気持ちはあったでしょうね、うん、マンソンもなんか初めての体験なんで、よくやりましたよね。でもやりづらいんでしょうね、うん、まあ、キックっていう試合はキックもやってますけどね、生まれ持ってこういう黒人社会でね、はい、シカゴってことで育ってますんで、はい、実戦で覚えたんですよね、そういう戦い方を、ね、はい、自然に防御してるっていうか、
小さい頃大変なものだったんじゃないですか、ね、そうですね。首をもらってるんですけど、マンソンがうまく足絡ましたりして、ね、足をこう引いてると、上半身に力入りませんので、そういうとうまくね、知ってますよね、本当に。これローペースコープ3回目のトラックです。レフリーは一応ユーインターの、そうです、あの和田さんに、和田さん、はい、あのレフリーがやってるんですね。はい、もうアンジはもう相手が出てくるところだけを ね、 ね狙ってますよね。こういうのだけどやっぱりアンジ上手いですよね。やっぱもう、マウスも切れはずなの大変ですから ね、 ね、やっぱ打たれ強いですよ。打たれ強いですね。さっきもね当たってましたけど、ボディも結構きましたけどね、はい、マウスがうまくロープを逃げてるんですね。だから安藤選手のうまさもあるんですけども、グラウンドになった時逆にマンソンがずるさ、豪快さが、ね、しかもあのロープエスケープなのか、はい、あのブレイクなのか分かんないような状態に持っていくのがうまいですよ ね、 ですよね。逃げてるのか逃げてないのか、お尻からねこうずっとずらしてね、場外に逃げようとしてるんですよ。レフリーはやりにくかったと思うんですよ。いやもう大変だったと思いますよ。これは胴体ブレイクで取った方がいいのか、それとも、ね、エスケープなのかっていうね。レフリー大変でしたよ。そうですね。ただまあ石川投手ってこうやってあの本当にやっていくとね、難しいですよね。難しいですね。戦い方をこううまくやっていくのは。そうですね。まあ、どうしても技のそぎ合いになってしまいます。そうなんですよね。逆に言うとこうリングの中で石川投手やるのも難しいんですよね。そうなんですね。どうしても狭いですからね。はい、危なかったです ね、 ね、ちょっとまあマンソンがやっぱりタックルに来られるの怖いから、うん、やっぱちょっと踏み込みが浅いんですよね。だからやっぱ 半分の力でしか当たらないっていうか、はい、あ蹴るでもね、うん、まだ逃げながら蹴ってますから。そうですね。ただ本当安城選手は心臓は強いですね。いやもう全然あの何でも来いって感じ、揉まれてですね、やっぱり強くなってんじゃないですかね。本当大化けして人気になってるんですね。僕は安城のやっぱり輝きってのはここリングがあるとあるなと思いますよ。そうですね、はい、まあ、本人は本当に何でもいいからやってやろうって感じですもんね。で今のその格闘っていうか格闘界に今一緒、何でも来いよっていうやつがねやっぱ少なくなったんですよ。そうですね。そういうのが面白くなくなってきたんだね。まあ僕はこういう戦い方とか、うん、こういう対戦相手はもうちょっとやめてくれとか、うん、そうそういうなんか注文が多 い、 っていう多いですよね。選手と戦うあの格闘技者は誰でも来いよって言ってるぐらいの時の方がその人の魅力を感じるんですよね。そうですね、うん、ロマンがありますよね、うん。でもこの辺なんか見てるとそろそろ安城なんとかしろよっていうですね、うん、気持ちが強くなってきたんですよ。安城も焦ってるじゃないですかね。そのまさかこういうふうにずるずる逃げられると思ってなかったんじゃないですかね。しかもなんていうんですかね、仕掛けてるのはどちらかというと安城なんで、うん、安城選手がちょっとバテてきましたよね途中から。ね、普通のレスリングと違ってちょっと違うじゃないですか。だからその辺でやっぱり呼吸の使い方っていうか、そうですね、ちょっと違うんですよね。まあ、こうやって右にかかってる選手っていうか、もう守りに徹した選手を攻め切るのは大変ですからね。うん、完全にマンソンが故障として、まあこれ体格的に見てもだけど安城の方が有利なんですよね。そうですね。安城選手がまあ体格的にもルール的にも一見有利に見えるんですけど、うん、これがマンソン自分から腰を落としてるんですよね。そうなの、落ちて、そう逃げてるんですよ。うまいですよね。だからこの試合見てて逆に言うと安城選手が何でも来いやっていう性格なんですけども、はい、なんていうんですかね、あんまり作戦は綿密に立ててなかったなっていう、うん、まあまあまあそう思いますよね、まあ大丈夫じゃないの、まあ大丈夫じゃないのというところがマンソンの方が余計そういうのいろんなこと考えてたから自分じゃないですかね、
今回はイシューっていうか、こういう競技は、競技っていうか戦いは難しいですよね。難しいですね、はい。まあ、マンソン・ギブソン選手といえば、まあ、日本でも本当に吉高選手に勝ったり、はい、まあ、MA キックの湊選手に勝ったりですね。僕も負けてますけど、あ、そうですね、日本デビュー戦がシーザーだったんですよね。そうなんですよ。あの時びっくりしましたよ、本当にいきなり変なあの技使ってきてですね。でも、あの、嬉しいのはね、やっぱり12本ぐらいベルト持ってるんですけど、はい、やっぱりシュートボクシングがベルトだけを大事にしてるわけで、飾ってあるっていうのは嬉しいですよ。あ、ブリッジしますからね。抑え込みかかってるんですけど、ちょっと抑え込めないんですよね。今ブリッジしますよ、ああいうこともできるの練習してるんですね。 肩とか蹴りに行こうとして今振り蹴りに行こうとして、うん、あ、また逃げられます。普通あの逃げるの後ろにあって逃げないじゃないですか。そうだね、ああいうのできるんだな。これでマンソン選手が5回目のエスケープ で、ね、もうあと1回もエスケープができないと。そうですね、もうこれはアンゾ絶対有利っていうですね。もうこれで決まるかなと思いますよね、感じなんですよね。もうあと一発、まあ、あのタックルしてロープに追い込んでもアンゾ選手の勝ちと。そうですね、もうアンゾの方はもう大丈夫だなっていう。そうですね、はい。ただ、まあ、プロレスラーとしてはできればですね、ロープエスケープじゃなくてギブアップで勝ちたいってことですね。そうですね、これちょっと早くレフリーも大変だろうね。大変ですよね、まず力あるんですよね。何じブリッジするんですね。これでもこれ返すとかすごいですよね、これすごいね。これ腕切りに決まって、逆ブリッジ決まったんですけど場所が悪かったですね。ね、こうなるとどうしても胴体ブレイクをせざるを得ないと思う。ちょっと安城選手バテてますね。ちょっと疲れたし、あの右足早いから、ね。こういう試合は精神的に疲れますしね、あの普段のプロレスとは違った疲れが、そうでしょうね、精神的なものがありますからね。アンジョがうまく乗り込んだんですけど、ちょっと頭挟んでるんですよね、これ足で。そうなの、うまいですよね。で、これでマンソン選手がこういう形で乗んなっちゃうんですね。でこれ見てますとあれですけど、マンソンがですね、あの重心がうまく落ちてるんですよね。そうですね、ちょうどその動きに合わせて、足の位置を変えてますよね。胴体をしっかりホールドして、あのへその辺をですね、マットに、ね、本当に重心落として、で、あのマンソンは後で言ってましたけど、すごい力でやっぱり、あの手はほどかれたんだけど、そのフロークのに合わせて手を組み替えてるんです、ね。あ、なるほどね、はい、中であれ手をほどこうとしてるんですね、はい、で、ほどかれたらまた返して、これで安城選手が動けなくなっちゃったんですね、これ。アナルとなかなか、ね、立てないしね、まあ、レスリングやってるのは安城選手なんですけども、ただあの、まあ、僕も言ったんですけど、安城も5回エスケープできるわけでしょ、はい、もうゲス逆にあの安城の方がエスケープをして立つことっていうのは可能じゃないですか、うん、 そうですね、それからまた攻撃変えればいいんですけど、うん、やっぱレスラーとしてプライドがあるんですよね。返そうとしてますね。返そうとしてるし、エスケープっていうのはやりたくないっていうのが、あると思いますよ。そうですね、俺はレスラーなんだ、グランドでエスケープなんですよね。そういうのがあると思いますよ。これ本当に左右のどっちかの方にですね、足伸ばしていって逃げる方を考えた方が良かったですね。そうね、一回立ってですね、でもまさかこんな展開になるとは思わなかったですけどね。いやー、もうびっくりしました、あと一回安城選手がロープエスケープで奪ったら勝ちだったんですけど、いやもうあえて腰あのリングにつけてるでしょ、あれ苦しいですよ、安城、疲れますよ、全く動けずですね、あのマンソンがなんか
本当レスリングの基本というか、うんうん、重心の落とし方とか体の返し方を知ってるというのがちょっとびっくりしたんですけどね、うん、柔らかいですね。そうですね、うん、まあ、レスリングに関わらず立ち技もそうですけど、うん、重心の持っていき方とかそういうものはやっぱりグラウンドでも立ち技でも同じだと思うんですね。そういう理論をやっぱりマンションは知ってるってことですね。軸の使い方っていうか、そうですね、そういうことですよね。やっぱり上手い選手になればなるほどそういう人間のその一番どこに何を持っていったらいいっていう、うん、なるほど、もう本能的に分かってますよね。安城選手全く動けずと、これはもう完全に早くエスケープして勝って、うん、これは20分一本勝負ということで、あと5分ですね、あと5分ですね、うん、いや疲れたのもあるでしょうね。そうですね、まあ、攻めてたのが安城選手もそうでしたね、うん、でグラウンドで上になられてると下の人は疲れるんですよね、うん、しかしこれまさかこんな風になるというか、マンソンとしては絶対離したくないですからね。もう必死になってますマンソン、うん、持ち上げるってやっぱ大久保さん言ってますけど、なかなか、うん、これ頭の方にグーッと引き寄せられてますんで、うん、立てないんですよね。この足のね、両足の投げ出し方と、うん、腰のね、落とし方っていうのは、うん、苦しいですよね。苦しいと思いますね。あ、でこの辺りから本当に安藤先生、早くロープに逃げろと、うん、そういうふうに思いましたけどね。あ、そうですか、こうなっちゃったらどうしようもないですからね。そうなんですよね。逃げて立ってから1回やった方がいいですね。必死に立ち上がろうとするんですかね、うん、これマンソン前ですね。体重の移動がね、前ですね。逆にこのルールの盲点を積んだっていうか、うん、頭の動かし方で自分の体の位置を変えてますよ ね、 そうね。頭が動いた方にすぐ上に捨てますよね、うん、あれはやっぱり本能的にやってるんですよね。安藤選手もどうしようもないって感じなんですよ、ねうん、お腹をやっぱ頭の後頭部のところちょっとこれ膠着したんでブレイクしたんですね、和田選手、うん、ただマンソンも離さないんですよね、うん、マンソンとしては、ルールとしてそんな、うん、リング中央でそのブレイクなんかブレイクもないですよね。俺は絶対離さないと思う、うん、ただここで本当に離さないところがマンソンの強いところですよね、うん、すごいですよね。勝ち負けにこだわってますよね、はい、和田選手、和田レフリーですか、はい、もう力あるんですけど離せなかったっていう、すごいですね、うん、これは本当にアンジュがねもうロープ近づいてる。そうですね、はい、だいぶかなり近づいてる。ちょっとレフリーも困ったでしょうね。いやこれは大変だったと思いますよ、こんなに膠着しちゃうと、こういう展開になるとは誰も想像してませんからね、またキック側がですね、こういう風な戦法で自分を守るなんていう発想したのマンスだけですからね。ねまさかレスラーを動かす、ね、上から下にするっていう手があったとは思わなかったですよね。まあこうそういう意味ではすごいなんか発見ですね、こういう戦い方もあるんだなっていう。シューさん見ててどうしようと思ったんじゃないですか。いや僕は、あんまりこんな長い時間、僕はイベントをやってる側ですから、お客さんにこれねこのままでいいだけど、だけどルール的にはこれで合ってるし、そうですね、どうしようかなっていうね。だからまあ安城にせめてね、そのロープエスケープしてくれよと、うん、だけど安城としてもプライドがあるだろうしね、そうですね、そんなこといろんなこと考えながらねえ、もう安城選手あと一つのロープエスケープを奪えばいいんですから、うん、まあもう残り1分これ実に7分近く、7分以上この状態だったんですよね。
だから試合の20分の練習がもうほとんど3分の1以上この状態が続いたという。まあ、これもこのガチンコのね、うん、面白いところじゃないですか、ですね、逆に言えば予測もつかないところですね。ずっとアンデスがロープエスケープしたんですけど、これ離さないですね、離さないですね、時間で稼いでやるっていう、うん、頭いいですよね。でも完全にエスケープですね。一旦レフェがブレイクしているの で、 そうです、ね、時間を止めて、うん、残り30秒から試合再開です、うん、ハンジェフ選手もう疲れ切ってます ね。僕が上になられるとすごい疲れるんですよね、あと残り30秒ということで、ハンジェフ選手はロープエスケープ1つ奪えるか、ギブアップ取れるかと思いますが、最後タックルに行ったんですが、これもちゃんとね、ガードポジション取ってホールドするんですよね。これ本当にうまいですよ。うまい。下からの守り方知ってますからね。うん、しかもこの方向の仕方。で結局時間切れ。ところで、もうマンさん俺がどんな問題って感じ。ドローと。これはもうマンさん選手にとってはもう勝ちに欲しいドローで。辛いですよね。安定はしてやられたりですね。ブレイクかっていう基準が何もなかったんでね。朝からブレイク出さなきゃ決められた。まあそりゃそうですよ、当たり前です。当初のルールだったらもう早い回で終わってたんですよね。後半は向こうはもう完全に逃げてた。わかりました、ね、もうレフリーがブレイクするのも話さないですからね。だからあれ命綱だったんですよね、彼に。まあそこを取らしちゃったら俺も悪いんですけどね。だからその前になんかもうね、10時取ってで、これでまあエスケープだろうと思ったら普通のブレイクだって分けられたらなんか肩の力がもう抜けちゃいましたね。誰にしました。まあこれでまあタッグリーグ戦に向けてまあ専念できますよ、これで。まあそういう意味ではまあいい挑戦になったんじゃないかなと思います。うわーガッツラー96Come on, Bruce Lee, come on, Hulk Hogan next. Ooh. Shit. And go. Number one, shoot boxing. Now, UWF wrestler. Japan, McMaster, number one fighter in the world. Bad motherfucker. Black bad motherfucker. Get up, Anjo. Angel, Manson, get up, bitch. Come on, let's fight. A man, Superman. Yes, time out.